えー、ハッシーです。えー、ちょっとね短い動画を1本あの、えー、げます、えー。それはズバリ、えー、タイトルがですね「ウラ政府カバール」っていうタイトルの、えー、動画。全部で10本あるんです。10本。これが今から3年ぐらい前。えー、コロコロの騒動の 半年年以上前、前前もっとかかな、1年前かな。コロコロが始まったのがもう3年なんだからもしかしたら4年経つのかなとにかくね4年ぐらい前に当時 YouTube でよく上がっていた「裏政府カバール」っていうでこれね「アップされちゃうバン、アップされちゃうバンってやつだったの、うん、すぐに削除で最終的には、えー、とニコニコ動画で見れたって っていうんだけど、僕、ね、い。これあまりにも衝撃的で、えーっと、この全10話を2回か3回ぐらい見直ししたかな、当時。うん、あまりの内容がすごくて。これ、要は僕が普段喋っている石屋、石屋の真実をあのドキュメンタリーで撮ってる映画見なの。一本、1話が大体いい約30分から40分だったかな。うんで 実は、もう全然これあの、新しい人に見せたいなとか思ってたんだけど、あの、手に入んなかった、なんか死んなに。もう、ばんされてて。それが、今日、あの、この私の YouTube を見てくださっていて、えっと、個人選手を受けてくださった、あの、一人の素晴らしい、えー、ご婦人から、これを、えー、転送してもらったんですよ。で、今、パソコンで、あの、 動画アップしてみたらもう綺麗に映っててね、これすごいやと思って。でね、これね、興味のある人、概要欄に貼っときます。なので、えー、この動画見てほしいなと思います。ただね、バンされるかもしんないから、えー、っと、これはね、橋本チャンネルの4であげます。 大丈夫うん、とにかくね、これ以上、橋本チャンネルの1、2、3はバンされたくないので、橋本チャンネルの4で、この動画上げとこうと思います。うんえー、石屋のことが本当によくわかる。うん。ね。裏政府、カバールというタイトルね。ね、えー。まあ、短いですけれども、世界を牛耳ってきた。ね。グローバルリスト。ね。ネオコン。 ね、そういったもの人たちの真実、ね、これが克明、えー、にわかる何て言うかな動画になってますどうかあの興味のある人是非見てくださいありがとうございます